こと言われてその気になって今度の十番中学の文化祭でセーラームーンのお芝居をすることになったの。脚本はアミちゃんが書いてくれて、私が演出、マコちゃんは豚缶ね。豚缶って豚の缶詰？もう舞台監督のことやん。舞台監督は武漢って略さないか普通。そうとも言うかな。で、私たちにその芝居に出演してほしいっていうのね。そうそう、なんつっても本物がお芝居に出ちゃうんだもの。リア変わるわよ。それを言うならリアリティでしょ。あ、そうそう。うさぎちゃんってほんと楽しいわね。アミちゃんほどじゃないけどね。それでどんな内容の芝居にするんだい？まだ決まってないの。だからみんなにどんなのがいいか相談しようと思って。私は絶対愛とロマンのあふれるお話がいいと思うわ。その代わりタイトルは変えるのよ。美少女戦士セーラーマーズ R ってね。あ、じゃあ思いっきりスリルとサスペンスたっぷりのドキドキハラハラのお芝居、セーラービーナス R っていうのはどうかしら。そんな、みなこちゃんまで。そんなんだったらさ、健全なバトルが繰り広げられるセーラージュピター R っていう芝居がいいよ。バトルって健全かしらね。やあみんな、自分のことばかり考えていてはダメだよ。マモルさん、マモちゃん。なんといってもかっこいいヒーローが大活躍する美青年戦士タキシード仮面 R って芝居が一番じゃないか。タキシード仮面 R？ あの、このお芝居はセーラームーンの。ねえルナ、僕たちはどんなタイトルがいいかな。うん、そうね。あんたらね。みんなちょっと待って。さすがマミちゃん、もうズバズバーっとみんなに言ってって。やっぱり今までの方向性とちょっと違った形で知識層のニーズにも十分対応できる律的な内容がいいと思うの。そうそう、よくわかんないけど。だからタイトルはセーラーマーキュリアルがいいかしら。おいおい、セーラーマーズ R？ やっぱりセーラービーナス R よ。悪いこと言わないからセーラージュピター R がいいって。成功させたいんならタキシード仮面 R だ。絶対セーラーマーキュリアルよ。おお、相変わらず可憐なウサギさん。まあ、マモル様ったら一段と凛々しくなられたわ。はあ、エイルトン、どうしたの二人とも。我々はウサギさんたちに与える愛というものがあると教えてもらいました。そこまではいいが、結局礼も言わず何もしないままに立ち去ってしまった。これでは教えられたことに実践が伴っていないと思いましてね。ナイスフォローエイル。そう、そこで恩返しすることにいたしましたの。一体何をしてくれるっていうの。あなたたちの望みを叶えて差し上げましょう。あなたたちのやりたがっている世界を現実のものとして差し上げましょう。健全なバトルの世界を、愛とロマンのあふれる世界を、かっこいいヒーローが大活躍する世界を、ドキドキハラハラスリルとサスペンスの世界を、今までの方向性とちょっと違った形で知識層のニーズにも十分対応できる律的な内容の世界を。そうです、これが私たちの与える愛ですわ。では早速始めよう。